右巻き、左巻き。右巻き、左巻きとは、巻き方、正確には、巻きの方向が右か左かを表す。しかし、この直感的な定義は、実際には、曖昧さを含み、混乱の元となる場合もある。この講では、混乱を避けることに留意しながら、先に、一般的な場合について説明し、その後に、実際の色々な巻きについて、その様子、 言葉の用法などを述べる。巻きの方向を表すごとして、などがある。詳細は以下に解説する。巻きなどの語句は省略されることもある。巻くと、回るはよく似ている。右、左巻きであるとも、また、半時計回り、右、左回りとも思える場合もある。両方に取れる場合は、右巻きと時計回り、イコール右回り、左巻きと、半時計回り。 イコール左回りを各々同義語とすることが多い。この場合も混乱を招く場合がある。英語では次のような表現がある。なお、日本語の右巻きを直訳するとライトはインディングとなる。こういった表現は皆無ではないが、ほとんど目にしない。右巻き、左巻きという区別が用いられる対象は渦巻きと螺旋の2種類がある。巻き貝のように、 見る方向によって、渦巻きとも螺旋とも考えられるものもある。巻くという語の与える意味合いにはがある。これ以外の意味を辞書で見つけることができるが、この記事とは関係がないので割愛する。渦巻きは平面の中の巻きであり、2種類の巻き方がある。言葉で書くと、渦巻きを含む平面を正面に置いて、中心から外側に向かう際がある。多くの渦巻きは、 反対側からも見られるので、各々の渦の巻き方向を定義する際は、どちらから見るかを指定しなければいけない。以下に、具体例を述べるときは、上から見て、外側に向かう際、時計回りに見えるのを右巻きと呼ぶ慣例などと書く。螺旋の例は、バネ、正確には、コイルバネ、ツル巻きバネとも言うである。定義をすると、円柱を考え、その軸方向の一つに進みながら、 一定方向に巻きつくよう、形状である。なお、渦巻き、つまり、平面内のものを指して、螺旋と呼ぶこともあるが、この項目では使わない。螺旋の巻きには二種類ある、言葉で説明すると、不透明な円柱に糸を巻きつけ、糸の見える部分、すなわち手前にある部分ががある。螺旋の巻き方の故障は、混乱している。前者、つまなに、A を、右巻き。 後者、図マイナスに B を左巻きと呼ぶことが多いようだが、この方法も逆の方法もどちらも根拠があり、一方が合理的ということはない。これについては右巻き、左巻きの混乱の節で口述する。螺旋の巻き方の名称には統一されたものがなく混乱している。以下にいくつか何らかの分野で使われている呼び名で。 矛盾なく定義されたものを紹介する。アルファベットの文字の形にちなみ、つマイナスに、A を、Z 巻き、B を、S 巻きとする呼ぶ方法がある。言葉で書くと、文字、Z、S の斜めの部分の違いに着目し、右上から左下に向かう部分のある Z を、螺旋の見えている部分の向きが一致する、A の巻き方を、Z 巻きと呼ぶ。S 巻きも同様。 この呼び方は主にロープやケーブル、ワイヤーなどで使われている。螺旋の上下を180度回しても、手前と向こう側を回して入れ替えても、Z 巻きは、Z 巻きに見える、合理的な呼び方である。類似の表現として、糸やロープ等の寄り方の故障として、一般的な Z より、S よりがある。アパレル業界においてはこのよりについて、 英語では上記の方向での用い方をするが、日本のアパレル業界においては左右の故障が上記と反対になる。すなわち、寄られた糸を縦に置き、上を固定し下を右方向を時計回りに回転してよりをかける方向を S より逆に Z よりは左方向によりこれと全く反対になる。上記の図2の画像の解説にあるものと反対の解釈になる。 螺旋一般に通用する故障がないため、このページでは、ロープ等以外を説明するためにも、Z 巻き、S 巻きの語を使うが、ロープ等以外の分野ではあまり使われているわけではないことを断っておく。工実する、右手、左手や、右ネジ、左ネジも同様である。特に、る植物の巻き方を表す方法では、Z 巻きを右巻きを呼ぶものと、 S, S 巻きを右巻きと呼ぶ者、両者が使われており、混乱の原因になっている。Z 巻きを右巻きと呼ぶ根拠は、二つある。S 巻きを右巻きと呼ぶ根拠はこうである。巻きつく者自身の立場からは、上へ行きながら、右へ右へ巻いているから、というものである。螺旋階段を上りながら、右に曲がり続けることから想像できる。円柱を上から見て、 反時計回りと呼べば解決するという説もあるが、誤りである。例えば、富士の洋木は上から見るのが自然だが、巨木は見上げるのが自然であり、上から、あるいは下から見るのが当然というわけではない。右手、左手とは、螺旋の巻く方向の名称であり、日本の内外を問わず使われる。学術的にはこの語が使われることが多いが、分野にもよる。 螺旋が右手でででああある、るる。右右手手巻きととは、ここうういうことである右手を握り、親指を立てる。螺旋の軸を、親指を出した方向に進むとき、握った4本の指の付け根から、指先方向に巻きつくこと。これを言う。上図の Z 巻きである。これは、電流の作る磁場の記憶法の姉妹版である。手の項目も参照のこと。右巻き。 左巻きを使う習慣のある世界で、右手というと、右巻きと混同される可能性もある。巻き方向を表すために、右ネジもよく使われる。におのおの等しい。内に行くのか、外に行くのか。上に向かうとしたら、どの部分がそうなのか、と、選び方が複数あるところに、一つを選んで左右の語を当てはめることが、一つの問題である。また、巻き方の名称と定義。 記憶法、この三つを区別しなければ、混乱に陥る、可能性がある。逆に、これらがよく一致する名称は、混乱の余地が少ないと言える。より深い原因については、この、ページの考察の節を参照のこと。広辞縁、第五版、大辞林、初版、新明開国語辞典、第四版などの代表的な辞書による、右巻等の説明は、十分ではない。 右巻きの項がない辞書もある。一方、左巻きは変わり者の意味と対比させて巻き方の説明がある。それらは左回りもしくは半時計回りとされている。渦巻きに限っても左巻きが半時計回りであるとしたところで、左に行きながらに外側に向かうのか、内側に向かうのかをはっきりさせなければ説明にはならない。螺旋の場合は、 さらに丁寧な説明を要することは本記事に見る通りである。なお、左巻きや左回りが半時計回りであるというのは渦の中心の上側が左に向かうとする立場である。下側ではなく上側に着目するのが人間の認識、本能の形なのかもしれないが不詳である。以下に挙げたうち、右巻き、左巻き以外は矛盾のない定義である。 巻き等の送り仮名省略されることもある。一つの分野で常識の用語でも、他で、そうとは限らない。ねじ回しを持ったことがある人には、右ねじはよくわかるが、そうでない人も多い。巻き貝の場合、尖った部分を上に向けておき、上から眺めて、向きを判断する。中心から外側に向かう様子を上から見て、時計回りの時、右巻きと呼ぶ習慣になっている。 横から眺めると、Z 巻きである。巻き貝の多くは右巻きであると言われている。他の記憶法として、次のようなものがある。巻き貝の頂点を上に置き、横から眺める。穴を見える位置に置いたとき、それが右なら、右巻き、左なら左巻きとする、というものである。鶴植物の巻き付き方向は、通常右巻き、左巻きの語が用いられている。しかし、 Z 巻きを右巻きと呼ぶ方法と、S 巻きを右巻きと呼ぶ方法の両方が使われている。図鑑でこの方を見たら、図を見て確認することが望ましい。昔は S 巻きを右巻きと呼ぶことがあったが、最近は、Z 巻きを右巻きと呼ぶことが多い。学際的、国際的に使われる右手という表現の、右に合わせるため、というのが一つの理由である。右手。 左手に関して、次のことを注意しておく。わかりにくいと思ったら、無視してもよい。このページで説明をした定義は、他の分野で広く使われるものである。しかし、鶴植物の世界では、他の分野とは逆に右巻きを S 巻きと定義したとき、記憶法として、右手を使う場合がある。また、右手、左手は矛盾なく定義された子だが、右手といったとき、相手が、 従来の右巻きと誤解する可能性もある。いずれにせよ、する植物の巻き付き方向の名称で、曖昧さがなく、しかも広く受け入れられているものは、2006年5月の時点ではない。豆科の富士は S 巻き、左手、左ネジだが、山富士は Z 巻き、右手、右ネジであり、この違いは種の同定するときの判別ポイントの一つとなる。また、 ンカのネジ花には、左巻きという別名がある。実際にはその巻き方向は一定ではない。ネジの巻き方向は2種類あり、片方を右ネジ、もしくは単に右などと呼ぶ。他方は左ネジあるいは逆ネジと呼ぶ。右ネジとは、ネジ頭を手前に、螺旋部分を向こう側にしたとき、時計回りに回すと奥に進む、すなわち締め付けられるものを言う。ほとんどのネジは、 右ネジであり、逆ネジは特殊な用途にのみ用いる。例えば水道の蛇口やディスクグラインダーの刃など、ネジで固定するもの自体が、ネジ頭の役割をしたり回転する時等に用いれる。右ネジが多いのは、右利きが多く、右手にネジ回しを持つと、右ネジは、締める時に力が入りやすいためである。螺旋を表すために、右ネジの語を使うことも多い。 右ネジと同じ方向に巻くものが、右ネジである。ネジは、おネジと目ネジがあるので、溝の形状に着目して、Z 巻き、S 巻きと呼ぶより、こう考えた方が確実である。糸、紐、ロープ、ワイヤーなどでは、細い単位をより合わせて、より太く、丈夫なものを作ることが、極めて多い。これらに関しては、Z より、S より、または Z 巻き、S 巻きの名称が、 一般的に使われ、ISO2 として標準化されている。天然の繊維を糸にするにはよりが必要であり、よりのない糸はないからである。右巻き、左巻きも目にするので、傾向として、であることを記しておく。よりの組み合わせは実用上重要である。よりは戻ろうとする傾向を持つためである。例えば、紐編んでロープを作る際、各々の,の,の紐が S よりならば、 紐同士を編むときは、Z 巻きにするのが普通である。これを S より、Z 巻きと呼ぶ。ロープの網の戻ろうとする方向と、紐のよりの戻る方向が逆になるので、戻ることができず、安定するためである。S より、S 巻きや Z より、Z 巻きにも用途がある。例えば、養老足の芯で、燃え残りを防ぐために使われる。これは、よりの戻りやすさを利用している。 三つ編みは S 巻きでも Z 巻きでもない。また毛糸玉など巻いてはいるが、どちらの巻き方とも言えないものもある。DNA の二重螺旋を形状で分けると、最も多い B 型の他に A と Z がある。A と B は右手すなわち Z 巻きで、Z は左手すなわち S 巻きである。ZDNA の Z は、英語でジグザグを意味するシグザグから取られており、Z 巻きではない。 実際、英語で、ZDNA のことを、シグザグ DNA とも呼ぶ。素粒子物理学において、粒子のスピンの回転方向は、粒子の性質に深く関わっている。特にニュートリノは、現在、左巻きの粒子しか見つかっていない。サインポール、利用店の看板は、日本では、Z 巻き、右手、右ネジが多い。 ともえもんでは左右の区別がなされることも多いが、その意味するところは時代などにもより、必ずしも一定しない。他人の頭のつむじを見て、中心から外側に向かう際、時計回りのものを右巻きと呼ぶ習慣である。なお、左巻きのつむじに関する俗説より、左巻きの人というと、変わり者を指すようになったと言われている。少数派が悪く言われるのが普通だが、実際のところ、 左巻きのつむじが極端に少ないことはない。左巻きの人というと、馬鹿者、ひねくれ者の意味である。逆に、右巻きという褒め言葉はない。前説、つむじも参照のこと。には,はじめに著、日本名字大辞典には、が収録されている。左巻きと読む名字や他の読み方については収録されていない。日常生活において、 渦巻きや螺旋がどちらに巻いているかを厳密に問われることはない。このため多くの人は巻きの方向を区別できる明確な概念を持たず、そのような語の認知度も低い。その一方で馴染みのある右巻き、左巻きの語に対して螺旋は明確な概念を伴わない上に、そのことが一般に認識されていない。このことが混乱を抑えにくい一因になっていると思われる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。